40年以上愛され続ける機体、ザク。なんだかんだかっこいいデザイン。かっこよい。好き。08小隊のノリスが乗っていたザクってこの普通のカラーで合ってる？なぜか右アーマーにもスパイクがある。大昔 LD で買ったから今映像を見れない。あれ、右アーマーにスパイクついてない？劇中のザクにはシールドスパイクついてない。08小隊ザクのプラモは取り付きたても選べたね。40年以前のアニメのザコキャラのおもちゃが未だに似てるのがすごい。やはりジオニック社はモビルスーツの名称を登録しめぎ焼き出しているのだろうか。トップ正体の黄色っぽい色好き。色がくすんだのかもね。昔作った。胸の追加装甲は縦で肩のエッジのナイトではバーニア加工したけど、胸のアーマーは後年ラル専用作で公式が出してくれた。受け継がれるザクの系譜。ピラズールから先祖返りし始めてるのが面白い。多分だけど消耗部品が一緒、免許が一緒みたいな長く使われる理由がありそうだね。株みたいに RF ザクってモビルワーカーのザクを中くり抜いてオープンソースの戦闘用モビルスーツ性能の部品詰めたもんだって話だが、79年製の当時物ザクの中身を詰め直したような代物もあったんだろうか。 RF ザクはもともとヘビーガン並みの性能で122年のさらにブッホの部品で強化されてるから、そりゃフォーミュラ戦機じゃ味方をボンボン落とす。物合いってすごいよね。メカなのに表情を感じる。両肩スパイクはたまに見るけど、両肩シールドの個体はいないの？高機動型ザクにいた気がする。三連星のガイア機。イルマリ、ユーティライネン機。来たよ。両手スパイクシールドにしよう。俺にとっての理想の体型のザク。ギラズールに連なるナチ感を感じる。MS イグルーではザクがミュンミュン動く。右に銃持ってるから盾は左じゃねえって子供の頃思ってた。なので左肩に盾をつけてみました。こう左手に盾ですか。フムシールドにシールドでシールドがこむってしまったぞ。どんどん状況が悪くなっていく。強行偵察型のパッケージアートもなかなか。こんにちはザクです。むせる。フリッパーいいよね。頭部の3つ目カメラが良いよね。スナイパーであるジャコビアスのおっさんのゲルググの専用装備にも流用されてるあたり、やっぱセンサーとしては高性能なんだろうな。汎用性の凄さ。ザクの血筋は FZ 型ザク2改め。お最後に途絶えてるイメージハイザックは連邦製だから論外だし、ザク3は別に血を引いてるわけではないのに、俺は00の血筋を引いてんだぞと勝手に名乗ってる俗物感がある。中身もパッケージもリバイブがピカイチだな。吸盤のデニム正体の絵も好きだけど。結構好きなやつ。こっちを MSV でも D でもいいので出して。別次元のザク。宇宙での高速戦闘好き。やはりモビルスーツはこのぐらい動いてなんぼよな。まさに人型機動兵器だ。ザクの左肩のスパイクって何を想定して付けたのか気になる。これの開発時点では連邦のモビルスーツはなかったわけだから、この高さでスパイクぶつける相手は戦艦しかいないはずだぞ。しかし戦艦相手ならバズーカやヒートホーク使った方が効率良いはずだぞ。ヒューザクの時点でタックルしてくるのでトゲがついてたら痛いんじゃね。くらいの感覚かもしれん。ヒューザクになかった動力パイプが改良版で出てきたのは何か説明されてるの？冷却用はまだしも駆動用の液体チューブって何？ジェネレーターで作り出された動力エネルギーを流体パルスに変換し各部位に送り込むパーツ。超簡単に言うと電線みたいなもん。なぜそんな面倒なものに糖質でもなんとかモーターってのばかり入ってるんだし、普通に電力でいいはずでは。グフで脚部動力パイプが省略できたことにも何か理由付けされてるのかな。なんだかんだで一番好きな MS06。近藤先生のおかげで流行ったフリッツヘルム型。そういやガンダムって最初の1クール敵メカがザクだけなんだよな。何気にすげえな。その後のグフも見た目あんま変わらんし、ドムが出てくるのが24話だしでハゲとがりすぎだろ。ザクですら貴重品でマゼラアタックとカワッパとか組み合わせて使ってるの好き。
終戦間際には動員されたガクト兵にも使えるほどだからよほど使いやすかったんだろうな。例によって促成栽培だから最低限の教育しかしてないんだよね。コクピットの中で母さんを呼ぶだけの簡単なお仕事です。最近のゲームでそれはこの子になった。ガンダムが2つ目なのはザクへの対抗心からかな。両目があるモビルスーツはそれだけで敵に恐怖を与えるのだ。シャーザクって別に負けてないから最終回で出てくるものだと思ってた。初めに作られた方が強いと思ってた。ガルマミ殺しにして軍をクビになったからシャアのザクはニューヨークに置きっぱなしになってるはずなんだよな。まあモビルスーツ遊ばせておく余裕なんてないからでチューンして再配備したとは思うが、シャアザク退場は実質オリジンまでなかったね。ガルマザクにドズルザクは設定上はあるけど、まクベザクは知らない。まクベはグフがあるだろう。迷彩色がこれほど似合うロボット兵器はいないと思う。公式が始めちゃったからね。ザクとスコープドッグが同じ色ってのが良い。ザクポジションだったけど最序盤の主役機。あまりにもザクで、そうそうこれってなった量産型もう一体欲しくなってきた。リバイブザクってマシンガンとバズーカのスコークのシールいけたよね。なんでケチったんだろ。物議を醸した指揮官ザク。投げ出されたザクは生き残れたんだろうか。助かってそうだよね。ザク玉切れだ、玉をくれ。ザク、どうして独自企画の武器ばっか作ってるんです。ザクバズーカ、ジャイアントバズ、夜景天バズ、さらにロケットランチャーなど家電しろバカ。まとめるとズダを量産すればよかった。ザクはいらない。これでいいかな。俺が気合を入れ直してやる。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いするのだ。